はい、こんにちは、文具王です。今日は2023年7月19日から20日に開催された文房具関連の展示会フラットシャープ5について、出展メーカーさんの取材をしたものをまとめました。この展示会は小規模な文具ベンチャーの出展が多いんですけれども、コンパクトな会場に個性の強いマニアックなブースがひしめき合っている非常に面白い展示会です。今回は5回目ということで、36社のメーカーが参加した合同展示会となっております。ちょっとね、非常に数が多かったので、時間も長くなってしまいましたということで、3回に分けての配信となります。今回はその1回目ですということで、早速出展メーカーのブースを見ていきたいと思います。日めくりさんのブースです。2024のカレンダーを新作9種類並べました。定番の文房具ちょっと行ってみたいんですが、文房具といっても毎年テーマが変わっています。作りとしては全部で30メーカーほどの文具メーカーさんが協力してできているカレンダーになります。こういう形で1週間かけて、文房具が出てくる、ここがインクですね、の週になるんですが、特徴として剥がしたのをブックレット貼っていくというのは毎年のことなんですが、来年のテーマがですね、今までの文房具の歴史、これの貼っていくとですね、文房具の年表が出来上がるようにできております。こういう形で時代の流れとともに文房具の歴史も変わってきているので、年表が出来上がっていく、こういう作りにしました。はい、多分みなさんがベストヒットした文房具がたくさん出てくるので、年表とともに、知らなかった文房具もあるでしょうし、知ってるよという文房具がたくさん出てきて1年間楽しめるような今度は文房具柄になっております。毎年面白いけど、今年はちょっと僕個人的には一番なんか興味ありますね。今までで一番興味ありますか。ありがとうございます。結構作るのが大変だったので、大変ですよ、年表にちゃんと合うように並べなきゃいけないもんね。そうですね、でもう一つ完全新作でですね、今までにない、写真はたくさんあったんですが、動物がたくさん出るカレンダーになります。365枚、これも全て違う動物が出てくるような作りになっているんですが、こちらも先ほどと同じようにブックレットに貼っていくタイプになっているんですが、こちらに365枚貼っていただいて、貼る前はですね、こういう形で何月何日はこちらに貼ってくださいと出てるんですが、今度は同じように動物の図鑑が完成するようになっております。動物図鑑ですね。猫科とかですね、こういう形で種類によって生態系が違うよとか、そういう説明もあり、あとはですね、動物園さんもコラボしてまして、横浜ズーラシアさんとかが協力していただいて、動物のことを、生態系のことが分かるような図鑑が完成する、こういうカレンダーに。毎年いろいろだんだんね、ネタをどんどん高度化していくっていう。なるほど。全部で何種類出るんですか。全部で9種類になります。でブックレットがついているのが、3種類になります。3種類、その他はブックレットはついていないですが、昨年から一つ人気どころですね、小説ですね。そうですね、小説、来年はですね、皆さんが小学校時代とかですね、教科書に載っていた手袋を買いにみたいなのが、4作入ります。めくっていくと日々、4行5行の文章が出てくるんですが、4は入っているので、計算上 3,4 ヶ月に1は読み切れる、こういうものが、昨年かなりこれ人気あったので、こういうのがまた新しい形で出てくる、こういうカレンダーになります。なるほど、いやなんかいろいろなんですかね、このフォーマットの、こう種類も増えてきたし、同じ、日めくりなんだけど、小説でやりますとか、なんかね、いろんなパターンができるようになってきましたよね。そうですね、企画する方からしても、常にそういうアンテナを張って1年間かけて作ってきているので、これ終わってもう今週で多分ほぼ全部終わるんですが、来月から2025をもう作り始めるので、ちょうどほっとした1週間になるんじゃないかなっていう週になります。という形になってますんで、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ハイモジモジさんのブースです。どうもこんにちは。こんにちは、ハイモジモジです。今回はこちら、ワーカーズボックスタグという、マスキングテープを作りました。こちらミシン目が入っていて、こういうサイズにちぎっていけるものなんですけれども、お持ちの収納ボックスなんかにこう貼っていただくと、ワーカーズボックスの世界観で収納ボックスがこう揃っていくと
というコンセプトで作りました。まあ、スイングテープなので直接この枠のところに書き込んだりすることができるので、そういう意味では実用性もあります。で、収納ボックスに限らず意外とこの無地のノートとか封筒とか文房具に貼ってもですね、同じこう世界観で揃えていけるというところがあります。もうとうとうワーカーズボックスそのものではなくて、はい、もう世の中にある全ての箱がワーカーズボックス化していくっていう、コンセプトはどこでもワーカーズボックス。ワーカーズボックス自体のシリーズがいっぱい最近増えてまして、はい、例えばあのトレーシングペーパーでできたクリアホルダーなんかもあります。はい、紙だけど透けるのでクリアホルダーとしての役目もしっかりあって、うんうんうん、風合いもすごくいいという、うんうん、最近の人気商品ですね。はい、とか封筒だったりとか、はい、いろんな箱に限らず、はい、あの同じシリーズのシリーズ品がたくさん出てきました。随分育ってきましたね。育ってきました、おかげさまで。ありがとうございます。あとテープステーション、はい、電車のマスキングテープシリーズの上野シリーズが新しく出ました。はい、パッケージは上野駅で、パンダがあしらっていて、はい、あの上野駅を走る新幹線だったり電車だったり地下鉄のマスキングテープになっています。はい、で例えば輝きの種類が横からこう取り出せるという仕組みですね。はいはい、例えば山手線だったらこういう形 で、はい、だから上野から出ている車両のデザインですね。はい、そうなんです。うん、で上野駅の中央改札から出発するように山手線が出ていくという、うん、なるほど、こういう商品なんです。ワッカさんのブースです。今回、2つ展商品を持ってきてるんですけども、はい、1個はこの、はい、門つなぎ和紙という和紙で、はい、あの実際の商品の大きさはこの下にテーブルにかけているものが原寸サイズで、はい、約 990×660 のこう大判の和紙なんですが、あの商品としてはタペストリーを飾って使っていただきたいものなんですけども、こう小さくちぎってパーツにして使うこともできるので、大きくインテリアとして楽しんでいただくのもいいし、小さくちぎってこう文具のように使っていただくこともできる和紙になります。まあ、こうちぎったものに、これ万年筆でこっちはジェルペンで書いてるんですけど、こう書いてメッセージカードのように使っていただくと、もうなんか端っこはだからうっすらつながってるんですよね。そうなんです。あの図案上はもう全くくっついていなくって、はい、でこう絶妙なバランスで繊維の絡まり同士で1枚の和紙になっているんです。はいはい、だこの、 あの松のなんか葉っぱの部分と枝っぽい部分は実はつながっていないんだが、はいはい、なんかこの薄い部分でつながっているので、はい、こ う、 うまく引っ張るとこう切ってバラバラ、はいはい、ちぎるとこういうのができるよと。ちょっとやってみましょうか。はいはい、あ、そうですね。はい、こんな感じで、これはなんかちぎるのが楽しそうですね。ちぎるの、あのぜひ持って帰ってやってみてください。はい、なんかこのちぎったところがもう繊維がすごいこのふわーって出てるのが、ね、全部こう耳つきの和紙みたいな状態になるので、はい、このパーツで楽しんでもらうのもぜひやってもらいたいし、うん、こう大判でどんどん楽しむのもできますし、はい、さらにあの、はい、和紙ってこうガラスに水で貼ることができるんですよ。糊、うん、はい、を使わないで霧吹きなんかでこうシュシュッと吹きかけて、うん、トントントンとこうスポンジなどで叩いてつけてもらうとガラスにくっつくんですね。乾いても落ちない、ね。はい、乾いても、はい、あのこうカリカリ剥がさない限り落ちてこないので、うん、例えばこうお正月のシーズンだけ貼って楽しんでもらったりとか。なるほど。で乾いた状態で剥がしておけば、うん、あのまたもう一回貼ることもできるので繰り返し使えるんですね。うん、なのでこうガラスに貼って楽しむっていう楽しみ方もあります。でもなんかゆくゆくはいろんなことができると思うので、うん、あの例えば、うん、オリジナルオーダーを受けたりとか。あ、なるほど。どうですか、はい、文具を。あ、文具をってロゴのロゴバージョン どこに飾るんだろうみたいな。ちぎって渡す、はい、あ、そうですね、はい、ちぎって渡すのはありですよね。うん、そういうものに使えたり、うん、いろいろなんか応用ができるかな、うん、なるほどなるほど。はい、このすごい繊維がほら外に出てるんですけれども、これがやっぱり和紙のいいところですよね。そうですね、めちゃくちゃ繊維が長いっていうのがよくわかる、うん、なんかこう風合いがあるものを触れるっていうのってこう、うん、今こそ楽しいじゃないですか。はいはい、それをこうちぎって体験してパーツで楽しんで、うん、はい、
はい、しかも、まあ、あのペンとかで描いたりとか、うん、着色したりすることもできるよう。そうですね、まだ染めてみたりはしたことがないんですけど、うん、なんか染めたいなっていうお話も今回いただいたりして、そうですね、ちょっと実験してみようかなと思います、うん、で2つ目の商品が、はい、こちらの和紙懐中手帳という商品で、これはあの一筆箋なんですけども、中に8種類の和紙をこう閉じ込んでるんですね。でほとんどが万年筆で描けるようなインク向き の, あのにじまない和紙を入れてるんですけども、こう時々、まあ、描くというよりは風合いを楽しむような紙がこう1枚だけ入っていたり、こういうようなものとか、描くことを楽しみながら和紙の風合いも楽しむというようなコンセプトで作っています。で色展開がこの暖色系のものと、こちらのブルー系の寒色系のもの と、これは金銀紅白のちょっとこうおめでたい色合いの和紙を入れています。全部どれも8種類入っていて、この3種類の展開になります。はい、今回はこの2つが新商品になります、はい、なるほど、はい、うん、まあ、あのこの輪っかさんはね、前にもあの紹介しましたけども、和紙のデザインをするデザイン事務所ということで、はい、もう和紙に特化した、まあ、和紙の楽しみ方をいろいろと提案してくれる、まあ、デザイン事務所ですということですね。竹尾さんのブースです。一応あの新商品として9月4日発売の、今までペーパーノートブックこのサイズで作ってたんですけれど、はい、あの S サイズという形で A6 サイズに近いものを作っております。はい、A6 サイズなんですね。はい、で竹尾のファインペーパーをうんだんに使ってますので、はい、あの表紙から見返しまで、うん、で一応本物の方はバンクペーパーとスピカレーボンドってやって、あの高級ステーショナリー用紙ですね、うん、はい、まあ、万年筆と相性のいいやつですね。このノートのシリーズ、ドレスコのシリーズは結構長いですよね。そうですね、前からあるやつですけども、はい、まあ、それの新サイズ、そうですね、ということですね。割と今まで定型のサイズ感というものはなかったので、はい、改めてちょっと発売することになりました。竹尾さんはもう日本を代表する紙問屋というか、ですよね。なので、こういうファインペーパーっていう特殊な紙もいっぱい扱ってるよということで、はいはい、まあ、以前から、まあ、竹尾さんのファインペーパーといえば本当にね、あの知る人ぞ知るブランドなんですけど、その中でも、まあ、こういうですね、まあ、オリジナル商品を作ってますよということで、はい、そうですね、はい、あとはあの、はい、うちのやっぱり普段はあの紙の卸もたくさんやってるんですけれど、うん、そこにあの載せていないあの自社商品でしか使ってない紙ありまして、でそれがあのオニオンスキー、こちらですね。これ自社商品でしか作ってないんですか？そうなんです。これは紙として販売してない？してないです。よく問い合わせすごいあるんですけど、はい、ちょっと申し訳ないですけどお断りさせていただいてるんです。そうなんですね、はい、あのこれあの文具ファンの人の間では結構知ってる人の多い紙なんですけど、はい、ありがとうございます。オニオンスキンって言って、まあ、玉ねぎの皮ですよ ね、 すね、非常に薄くてちょっとしおしおってなっている、はい、このテクスチャーがすごくいいのと、はい、あとこれ裏抜け耐性がすごいですよね。そうなんですね、あの、うん、やっぱり使っていてストレスを感じていただくのがちょっと嫌なので、うん、はい、あのマネースで描いても2枚目にはにじまないぐらいにしてますね、はいはい、めっちゃ薄くて、はい、紙は透けてるのにインクは抜けないっていう、はい、そうですね、まあ、なんですけれども、それを、まあ、ノートにしたものもあるよということですよね、はい、なのでこのノートのもので150枚で300ページなんですけれど、うん、あの薄い、やっぱり薄いんですね、はいはい、で持っていただくと本当に軽さが分かるので、はいはい、あ本当だ軽い、はい、軽いっていうのと、はい、やっぱりこの髪がふかふかしてる感じが、ね、そうですね、あるのでちょっとね、はい、持った時になんかこの不思議なクッション性というか柔らかさを感じるのが面白いですね。めくり心地が好きって方もすごく多いです。あ、そうですね、はい、あの髪同士が張り付かないというか、はい、な感じですもんね。本当にこの紙は独特 で、ね、なかなか他で見ないと思ったら、はい、あそういうことなんですね、はい、販売していない、販売していないということで、はい、卸していないっていう、そうなんです。だから竹尾さんじゃないとないんですね、はい、で出たセットもあるということですね。そうですね、はい、ということで知らなかった、ちょっと前に企画でやってたやつですよ ね、はい、これは何だっけ、四季でしたっけ。四季です、はいはい、日本の四季をモチーフにしてまして、で全部違う紙が、うん、あの入ってるんですね、はい、これがページごとに全部違う紙が入ってるんですけど、はい、当然これはだから竹尾さんで扱っている、はい、そうですね、その
特殊な紙とかがいっぱい入ってますよということで、はい、販売してる紙ですね。あ、これ販売してる。ある種の紙見本帳ですよね。そうですね。ではあるんだが、まあ、非常にこれがですね、はい、まあ、一個一個個性のある紙が揃っていて、でもグラデーションになっていて、そうですね、まあ、春夏秋冬でこうちゃんと並んでいるということなんで、はい、なんかね、紙のこういうサンプル好きの人も結構いるので、はい、あ、そうですよ ね、そういう人にとっては結構ね、よだれが出そうな商品です。すごく作るのに苦労している商品ではあるんですけど、そうですよね、もう人が頑張ってもみんなで集まってこう紙を1枚ずつやってるんで、はい、製品ですということで、はい、まあ、竹尾さん、いろんな商品やってますけど、はい、10月の13日以降10日間でまた自社 の神保町のお店の2階で、はい、あの日本町ですね、はい、日本町でお披露目会とかも予定してますので、うん、はい、ぜひご来場いただければ、はい、ということで神保町に、竹尾見本町っていうお店があるんですけれども、そこはですね、多分特殊な紙とかが日本で一番1枚から買える、そうですね、一番種類が揃う店じゃねえかっていうぐらい紙がありますということなんで、はいはい、紙探しに困ったら神保町の見本町に行くといいよということで、はい、私もあの利用したことがあります。ありがとうございます、はい、ということで、そっちにも行ってみてください、はい、神戸の長沢文具センターさんのブースです。今回の見どころはいつもの定番の、はい、神戸インク物語の、はい、シリーズですけど、今現在84色になりました、はい、一番新しいもので山本通りの、はい、グリーンを再現して作ることができました、はいはい、で今国内はもちろんなんですけど、海外の方も、うん、ペンション、私たち出店してて、やっぱり海外からもたくさん多く評価を受けてますので、はい、あのこれからどんどんコラボレーションしていきたいとも思ってます。でその中でもあの、はい、やっぱりキューポ堂さんとの、あ、キューポ堂さんね、はいはい、コラボレーションであったり、はいはい、あとはこれからまた8月末に限定が、うん、はい、出る、2色をお楽しみに、はい、お待ちいただいて、はいはい、一番新しいモデルがこれです、はい、すごく渋いですね。エキゾチックグリーン。あ、はい、まあ、神戸らしい、神戸の北側の山本通りに、うん、はい、面してる、まあ、このグリーンを再現した、うん、今回はちょっと深めのグリーンですね。そうですね、はい、で一応表から神戸インクでこういうパッケージだったんですが、またこれ来年に新パッケージを考えてますので、ぜひあの来年、はい、来られた時には、はい、新しいパッケージになっていると思いますので、うん、ご期待ください。定番色84色84色です。で実はだから定番だけじゃなくて、こういうコラボレーションとかでいろんなところとコラボしている上に、はい、さらにあとこのオノマトペとかね、別シリーズもあるよということで、はいはいはい、ありがとうございます、はい、こっちは今現在10色、はいはい、一応ラメ入りを入れて11色なんですけど、定番では10色の色目で展開します、はい、ラメは限定ですか？ラメはゆらゆら限定です、はい、限定300本で制作して、うん、はいはい、まだ少し在庫が残ってます。なるほど、はい、ということで、まあ、これはあのオノマトペですね。ドキドキとかニョキニョキとか、こういう言葉をまあイメージしたインクということで、これも10色あるよと、はい、一応 ね限定色入れるともう今140色ぐらいになってます。140色、はい、はい、すごく増えてます、ね、1個ずつ置くだけでも大変っていうぐらいに今もうなりましたねやっぱりすごいですね、あの全てにストーリーがついてるというのが神戸インクの良さ。何年目でしたっけこれ？今、2007年から始めてますので、はい、今で16年目ですね。すごいですね、はいはい、もう本当にあの海外の人も知っているインクにだいぶなりつつあるので、はいはいはい、ということで、神戸インク物語でした。寺庄司さんのブースです。どうですか？今回の目玉は8月に北郎のコラボの商品が、はい、目玉商品が目玉っていうね、はい、ということで、スムートパサっていうインスタグラマー、はい、70万人ぐらいフォロワーがいて、はい、その方が書き下ろした北郎キャラを文房具にしました。キタロウもなんかちょっとのんきな感じのキタロウになってますね。そうですね、ちょっと和むデザインで、はい、で、まあ、同時に今月また発売したんですけど、うん、エジプトの文房具、エジプト、はい、ちょっと可愛いんですけど、はい、メジュと文字とか、あ、メジジェラート、メジェラート、はい、あとちょっとメタルっぽいはい、のポストカードこっちがシャープペンの新ケースになってます。お、今すごい人気ですよね、はい、でこっち真鍮タイプで、はい、来月発売、うん、2800円の予定です。で今回ちょっと変わり種でネジボルト調の新ケース、これは雑貨店さん面白いんじゃないかなと思います、ね、ネジの中にネジ切ってますみたいな感じの、形になってます。うわーすごい、はい、面白いですね。ペーパーブランクスは秋にまた新しいのが出るんですけど、はいはいはい、新しいラインナップでパズル、あ、パズル、はい、1000ピースあります。舌
かもクリムトですか。そう、もうこの辺はもうめちゃくちゃ難しい。あ、本当だ。はい、パーツが これですもんね。特殊加工で結構肌触りもいいので、作って飾ってもすごいかっこいいんじゃないか。キラキラですね。はい、トランプ、トランプ、はい、トランプも金ピカのトランプですね。はい、結構、はい、かっこいいトランプになってる。金ピカでしかもホログラム、はい、はい、お土産とかにもいいんじゃないかと、はい、そしてトートバッグですね、最後。はい、あ、トートバッグなかなか、しかもこれ素敵な柄、はい、安くて2200円です、これ。はい、結構しっかりとした作りなんですよ、うん、全面柄で素敵ですね。そうですね、はい、ペーパーブランクスのこのなんか表紙の世界観みたいなものがいろいろ外に広がってるよってことですね。そうですね、このキラキラでちょっと、ね、ダークなカラーにキラキラですごいゴージャスな感じですけども、はい、それがこんな感じですね。はい、パズルとか、カードとかになってますよね。氷鉛筆さんのブースです。氷鉛筆の井口です。はい、どうもこんにちは。お久しぶりでございます。ご無沙汰です。ちょっとね、まず氷の話をちょこっとだけしてもらって、ちょこっとだけね、はい、このマークです ね、 このマークね、覚えてる人は覚えてる、知ってる人は知っている、知らない人は全く知らない氷の色鉛筆なんですけど、はいはい、1997年に、はい、まあどういうことか、あの日本の氷はあのなくなってしまいました。しかし、まあ、運いいことに、はい、生産工場はタイにありまして、うん、でまだ色鉛筆は作って、タイでまだ色鉛筆を売っております、はい、でまあ最近余力ができてても出てきたもんで、はい、で木寺庄司さんに通じて日本でも販売させていただいております、はい、売れ筋がこれっていうことですね。そうですね、この売れ筋が120色の色鉛筆を、はいはいはい、でこれ何かというと、他のメーカーさんに比べるとうちの色鉛筆というのは少しあの柔らかめ、あのタイの子どもたちが使ってくれてるんですけど、うん、筆圧がそんななくてもきちんと色が乗る、うん、で色も上に乗せられるみたいな、ブレンディングがこう容易な色鉛筆で、はいはい、あの非常にタイで売れている一つで、はいはい、日本でもあの今売れ始めております、はいはい、今回新しく提案させていただいたと思っているのはこちらの12色、24色、36色の水彩色鉛筆でございます、はい、これはですね、こう紙の上にこう色を塗った後に筆で、水のついた筆でこうシャシャシャと流して、ね、グラデュエーションを作ってもらう、こんなものもやっておりますので、はいはい、ぜひとも、はい、ということで、はい、まあ、コーリン懐かしい方は、で一応今でもコーリンの鉛筆にはコーリンマーク、そうですね、あの三角の、はい、はい、はい、ここに、三角の顔のマーク、三角の顔のマークがいるよということですね、はい、こんな感じです。あとちょっとさっき気になったんですが、はい、これ、はい、これはですね、何者かというとですね、はい、これあのだいたいこんな1メートル以上ある色鉛筆でして、はい、でまあ、実際にこうやって肩にかけて、はい、で指にかけて、肩にかけて、かけなくてもいいんですよ、はい、こういうふうに書いてもいいんですが、はい、まあ、こうやってですね、例えば、はい、じゃあちょっとここに書かせて、はい、あ、ごめんなさい、木立さん、ありがとうここにね、例えばじゃあ、はい、こうやって、はい、降臨、はい、鉛筆はい、こんな風に普通に書くことができます。普通に言えばこれあのすごく重いように見えるんですが、案外こう軽くこういう感じで、はい、もう振り回してもこの振り回しても大丈夫、はいはい、でこれね、なんでこんなものを作ったかというとですね、はい、色鉛筆作っているとですね、はい、その木、はい、端材が出ることがあるんですね、はい、でその端材を捨てるのももったいないと思って、はい、まあ、それをこう合わせて、はい、こうくっつけて、はい、でこういうものを作りました、はいはい、でついでにこの芯も、はい、通常であれば芯というのは、まあ、こんな細いものなんですね、はいはい、この1あの太さが3ミリ、長さが176ミリという、はいはい、こんなものなんですが、はいはい、まあ、これちょっと長いものを作ってですね、はいはいはい、1メートル以上あるんですね、はいはい、太さは11ミリぐらいで、で、まあ、ちょっとチャレンジしてみようということで作ってみたもので、これは販売されるんですか。これ販売しております。はい、いや、はい、3万円で3万円、1本3万円、1本3万円。これ なんでそんな高いかというとですね、はい、まあ、もちろんあの空輸料、タイで私が作ってます、はい、で作ったものをこっちに送ってくるだけで、まあ、いろいろね、お金が、まあ、ちょっとあのかかるのと、それからこれ手作りなもんで、はい、全部自分で作ってます、これ私が、あのこれは工業製品ですが、はい、私はこれあの趣味、実益あんまりかけないで作ってますもんで、値段でいいねです、うん、まあ、そんなものをもしもあのイベントとかでね、はいはい、あのタイの工場とかに遊びに来る子たちがいて、あの小学生とかね、で彼らにこれを使っていただいて絵を描いたり、ね、文字を描いたりして喜んでもらってます。
で、そんなイベントで使っていただければと思います。これはだからこういうやつっていうのは時々あのね、はい、飾りとしての鉛筆はあるんだけど、はい、これ実際はね芯があんまり入ってなかった、ね、そうなんですよ。あのお土産屋さんとかで昔ね、はいはい、あの日光のね東照宮とかに行くと、はい、なんかでかい鉛筆あるけどここら辺これぐらいしか入ってないみたいな、はい、これは本当にここからここまで前から後ろまで全部芯が入ってる、全部入ってます。だから、はい、本当に書けなくなったらまた削ったら次削ればいいんです。いいだって削るのも大変なんですけど、はい、これはねあえて自分の手で削ってね、はい、あのこう便利あまりにも便利じゃないですけど、はい、不便を楽しむみたいな、はいはい、提案をできればなという感じです、はい、こんなもんでよろしいでしょうか、はい、ありがとうございます。あの受注生産してますんで、はい、あのお声掛けいただければ、はい、あの私があのタイで、はい、あのカンナかけたりノコギリで切ったりして作りますんで、はい、わかりました。完全な手作りでございます、はい、よろしくお願いします。プレコさんのブースです。今回まずテンプレートをお持ちしておりまして、うん、イギリスの会社のテンプレートですね、はい、で、いろんな種類がありまして、はい、これをなぞっていただくと絵が描きやすいというところになっています、うんうん、お値段が3000円ちょっと超えるんでちょっとお高いんですけども、うん、イギリスの方でデザインされているご本です、うんうん、でブックマークもあります、うん、これ2000円弱の商品で、うん、こういった自然のイメージをかたどっております。ですのであとですね、この会社さんの面白いところは、うん、こういう立体的なオブジェを作れるこういったシート状のものになってますので、うん、折り曲げて、うん、机の飾りにしていただけるというところもあります、うん、でこういった一連の商品を新しく紹介させていただいております。新たにご紹介するものとしては Y スタジオ、はい、今こういったシャーペンの新ケースで中高生の方には認知していただける会社なんですけど、うん、こういった銀の光沢のボディのボールペンを作りました。でこれをねじりながら、はい、ロックをしていただくという、はいはい、ちょっとひと手間かかるんですけれども、はい、そういったボールペンの銀光沢の商品になっております、うん、パッケージもこうキラキラして、うん、非常にあの輝かしい商品なんですけど、これ台湾ですよね。そうですね、台湾の商品になっております。台湾のメーカーです、はいはい、これはあのイギリスのベンチャーの会社で、はい、ウィンバックというブランドで、はい、お値段ちょっとびっくりするほど2万8000円ぐらいの商品です。もともとダイソンの技術者が作った会社で、うん、こういった質感にものすごくこだわっているボールペン、はい、あとシャーペンですね。これはあのノック式でパイプがあの出てくるタイプですね、うん、シャツを傷めないという商品ですね、はい、でこういったものも作っております。であとこちらは同様にアメリカの旋盤の加工で作られている商品で、うんはいはい、タクティルターンという商品ですね。こういったあのノック機構に特色がありまして、こういうふうな形で作動させます、はい、シャーペンもありまして、うん、横からこうサイドのボタンを押してシャーペンで出てきました、はい、ちょっとこれもお値段が2万7000円プラス税という形でかなり高級なタイプになっています、うん、まあ、1個ずつ手作り的なところもちょっとありつつもみたいな感じですね。旋盤で中をくり抜いて作っておりますので、うん、はい、ペインルーラーというあの以前あの2016年に賞をいただいた商品なんですけど、うん、そこにシャーペンをお入れすることができまして、このユニットだけがシャーペンなんですけど、はい、中に収納していただける商品が出てきました。もともとこれボールペンだったんですね。そうですね、もともとあのボールペンでニードルポイントのボールペンだったんですけど、うん、で 0.3 ミリと 0.5 ミリの芯が入っております、はい、これはあの密かにあの最近ようやく人気が出てきたキャップシャープというもので、はい、あの先端をこう保護するキャップがついています、はいはいはい、ですので、そういう意味であの中のペンケースの中で折れることはないということで、うん、人気が出てきております、うん、これも、再度紹介や、はい、あとこれがあのペンスタンドで従来からこういう揺れるようなペンスタンドがあったんですけれども、うん、今度シャチハタの反光配慮のものを作りしました、はいはいはい。でこれは台を変えるとこういった太いペンも入るスタンドに変わりますので、はいはいはい、うん、ちょっと2ウェイになっています、はい、こういったペンスタンド、ハンコスタンドとペンスタンドですね、はい、こういった万年筆でですね、ヨーロッパでは小学校 の2年生、1年生の方が使われるような、水性のペンと万年筆、うんうん、これをご紹介してまして、うん、筆圧が弱くても、うん、あの非常に書き出しがいい万年筆になっております、うん、はい、そのこう軽いタッチでインクが出てくるというのがいいですね。ペン芯が透明になってますので、うん、中のインクも見やすいようになっています、うん、はい、ツールペンですね、はい、新しい色を追加させていただいて、うん、こういったアウトドアに似合うような色合いを追加しました、うん、
で、ドライバーが入っていて、サンスケがついていて、でボールペンがあるという、そういった多機能のペンとなっております、ね。これは色の追加ということのご案内ですね。いかがだったでしょうか。おそらくこの動画で初めて知ったっていうメーカーもあったんじゃないでしょうか。まあ、こうしたね、さまざまなメーカーが個性あふれる商品を続々と開発しておりますので、これから店頭に出てくるのを楽しみにして、注目して探していただければと思います。ということで、今回1回目でしたけれども、次回は、2回目ということで続きを、配信していきたいと思いますので、ご期待ください。以上です。